嬉しかったし、今年ね、点取れてなかったんで、チームにあんまり貢献できてなかったんで、早く点欲しいなと思ってましたけど、だからオフサイドだけは勘弁してくれと思いました。出して、これは荒野、セカンドボールは50でしたが、これも50、激しくなってきました。町野から中央、さあチャンス、阿部キックで返したショーラン・ベルマーレ、フラッグ上がらず仕留めました阿部浩之。俺のところに後編からって感じですね。みんなの頑張りがつながったゴールだと思いますし、どっちに転ぶか分からん状況でしたけど、しっかり自分のポジショニングっていうのは、考えながらフリーになる状況を作れてたと思いますし、オフサイドにならないっていうのを一番心がけて、あとはキーパーの止めやすいタイミングを外すというか、キーパーの止めやすいようにならないようにだけ考えて、何個かその右足止めたり左足止めたりっていう選択肢はあったんですけど、うまくキーパーのタイミングを外して決めれてよかったと思います。見えてたらいいなと思いましたし、切り返した瞬間絶対見えてると思ったんで、しっかり準備できました。左のインサイドで打とうかなと思ったんですけど、キーパーああいう状況って多分詰めやすい状況だと思う、普通に打って当たるかなと思ったんで、多分アウトは来ないと思ってたと思うんで、普段からああいうふざけたシュートをよく練習してた成果が出たかなと思います。やっと点取れたんで、波に乗れると思うんで、しっかり自分のゴールも決めつつチームが勝てるように頑張りたいと思うんで、応援よろしくお願いします。